総会を行います。石井和夫委員長が挨拶を行います。皆さんおはようございます。おはようございます。臨時国会の開会にあたりましてご挨拶を申し上げます。まず台風12号による記録的な豪雨で死者行方不明者100名を超えるという大きな災害が引き起こされました。私はまず亡くなられた方々への深い哀悼の気持ちとともに被災された皆さんへの心からのお見舞いを申し上げたいと思います。二次被害を防止すること、被災された方々の生活再建のために万全の措置を取ることを強く求めていきたいと思います。それから台風豪雨災害からですね、人命を守り抜くために全国的な避難体制の問題などの防災の点検をですね、提供していきたいと考えております。さて、もう一つこの間起こった出来事としてですね、被災地で初の県議会議員選挙となった岩手県の県議選で日本共産党は盛岡と一ノ関の複数の議席を県政史上初めて獲得し躍進することができました。特に被災者の皆さんの苦しみに寄り添い復興救援に全力を尽くしてきたこと、水産特区やTPP、県立病院の統廃合など復興に逆行する動きに反対を貫いてきたこと、原発災害による放射能被害のから県民の命と暮らしを守り、そして原発ゼロの日本を堂々と訴えてきたこと、こういう日本共産党の姿勢が信頼を集めたと思います。大いにこの結果に確信を持ってですね、引き続いて、被災地での選挙続きますし、全国の地方選挙にも前進躍進勝ち取るために共に力を合わせて頑張りに行きたいと思います。さて、この臨時国会は野田新政権が発足して初めての国会であります。ですから新内閣がどういう政治を行うのか、その基本姿勢を明らかにすることが中心任務となります。そのためには所信表明演説を受けた代表質問だけではなくて、予算委員会を開いて一問一答で、国政の基本問題についての内閣の基本姿勢を明らかにすることは当然必要であり、会期もそのために必要な会期を確保することも当然であります。ところが、先ほど議運が行われましたけれども、政府与党はたった4日間でこの国会の会期を閉じようとしております。これは論戦のやる自信がない、論戦を逃げているというほかありません。なぜまともな論戦から逃げるのか、与野党の国対委員長でもの会談でも国対委員長がこの問題を提起しましたところを、平野民主党の国対委員長は今の内閣は不完全で十分な答弁ができないと言ったそうであります。野田新体制は国政担当における当事者能力を欠いているということを自ら認めるに等しい発言でありますが、自分でここまで言うわけですから、それは呆れた発言であります。そして内閣が構成したわけでありますけれども、新任大臣からも失言が止まりませんね。八郎前経済産業大臣は福島の被災地を訪問した後、まるで死の町という発言を行い、これは謝罪撤回したものの放射能をつけちゃうぞというような発言もしていることが分かり、辞任となりました。
それからもう一つ、現場外務大臣が米軍普天間基地に関わって述べた発言も今沖縄で大きな怒りを呼んでおります。踏まれても蹴られても誠心誠意沖縄に向き合っていく、こういう発言でありますが、一体踏みつけにしているのは誰なのか、日米両政府ではないかという怒りが沖縄から広がっていることも当然であります。私この2つの発言印象的だと思うんですが、一番苦しんでいる人たちの気持ちがわからない、原発災害で最も苦しみを受けている福島県民の気持ちがわからない、基地の重圧で長年苦しめられてきた沖縄県民の気持ちがわからない、国民の痛みや苦しみに無感覚無関心、これが象徴的に現れたのがこの一連の発言ではないでしょうか。この問題は私はまず厳しく指摘したいと思います。その上で国会論戦の内容について一言申し上げたいと思います。私は8月31日の閉会の挨拶で、野田新体制の下で民事公三党によるいわば翼賛体制というべき動きが作られつつあることを述べました。その後この野田新体制がどんな中身の政治をやろうとしているのか、それを自ら示す象徴的でいいことが2つ起こりました。一つは内閣組閣前に野田新首相が日本経団連などの財界詣でをしたことです。この組閣前に財界に頭を下げに行くというのは歴代自民党内閣でもやったことのないことです。それをやって財界に何と言ったかというと、官邸に経済財政の司令塔を作りたい、その司令塔にぜひ日本経団連の代表も入っていただきたいという話であります。国家戦略会議と命名するようでありますけれども、かつての小泉内閣時代の悪名高い経済財政諮問会議の民主党版作ろうというわけですね。あの小泉内閣の財界を司令塔とした仕掛けのおかげでどれだけの社会保障が削られたか、どれだけの中小企業が潰されたか、どれだけの庶民に増税を押し付けられたか、このことを思い出すときに、それと同じことをやろうってわけですから、まさに自民党と全く同じ財界直結内閣の姿が現れたということははっきり言わなければなりません。からもう一つの動きはですね、この国会が始まる前に民主党の新しい政調会長となった甘い話が訪米をした、アメリカ詣をしたということです。そこで何を言ったかといえば、 PKO の武器使用の基準を緩和します、それから武器輸出三原則についても見直しますと、これをアメリカに行って制約してきた。国会で総理大臣が所信表明演説する前に政調会長がアメリカで所信を述べてきたというわけですから、どっちの方を向いてこの内閣がいるのかということをまさに象徴的に示したものだと思います。でこの内閣の下でですね、結局武器使用基準の緩和というのは自衛隊が他の国の軍隊と一緒になって武力の行使をしようという道をこじ開けようと思うんですから、大変危険な憲法9条に反する動きが進みつつあるということを我々直視してですね、これには正面から対決していきたいと思います。で全体として財界アメリカ直結内閣という姿がこうはっきり浮かび上がってまいりました。看板は民主党でも中身は自民党とほとんど変わることのない内閣が生まれたというのが野田新体制だと思います。私こういうやり方では結局考えてみますと、2年前の国民の皆さんへの公約をそれこそ根底から裏切ることになるんではないか、これははっきり言いたいと思うんですね。
2年前の政権交代に国民の皆さんが託したのは何だったかといえば、自民党政治を変えてほしいという願いでした。この一票を民主党に託した。そして政権交代となったわけです。しかし3代目にして中身は自民党と全く変わらない内閣が誕生した。これは政権交代にかけた政治を変えてほしいという願いを まさに裏切る行為であって、矛盾は広がらざるを得ないと思います。そしてなぜこういうことが起こるのか。先日私 BS 富士という番組で司会者から、政権取ると所詮こんなことになるんですかねというふうに聞かれまして、それは所詮ってことじゃないんだと、この政治を進める軸足、土台が古いままだったからなんだと。外交といえばアメリカの言いなりになってればいい、内政は財界の言うとおりにしてればいい、このアメリカ財界中心の政治にとらわれている限り、多少はですね、前向きの仕事をやろうとしても結局は古い自民党に戻ってしまう。このことを証明したのがこの2年間ではないかということを申し上げました。まあ、そういう中で私は大変対立軸がはっきり浮かび上がってきたと思います。31日の閉会の挨拶の際にですね、日本の真の政治の対決軸がさまざまな曲折はあっても家が上にも浮かび上がってくるでしょうと言いましたけれども、まあ、早くもですね、政治的対決の構図が古い政治を進める民主自民公明か、それとも政治の土台からの刷新を進める日本共産党かというところにあるということがはっきり浮かび上がってきたのが、この十数日間だったと思います。でこの臨時国会は短い期間となりますが、大震災への対応、原発事故への対応、消費税と社会保障の問題、米軍基地の問題、国政の根本問題について、国民の皆さんの切実な要求から出発しながら抜本的な、国民的打開策を大いに示して、日本共産党ここにあるという論戦を行いたい、その決意を固め合いまして、開会にあたってのご挨拶といたします。頑張りましょう。それではこれで国会談総会を終わります。頑張りましょう。